はい、ここは品川駅です。今日はこれから宮城県の仙台へ行くんですけど、まあ、普通ね、東京から仙台へ行くっつったら、まあ、東北新幹線を使うと思います。東北新幹線のはやぶさ号に乗れば東京から仙台なんて1時間半で行けてしまうから、まあほとんどの人がね新幹線で行くと思うんですけど、まあ、僕はねそんな簡単な方法では行きません。今日はですね、今ここに泊まっている特急日立で、この品川から仙台まで、4時間40分かけて行きます。この常磐線は主に福島県内の区間が、2011年の東日本大震災と津波の影響でずっと不通になってたんですよ。線路がぶっ壊れたりして、まあ、それで震災後からその常磐線の復旧工事をずっとしていて、で去年2020年の3月に、常磐線がやっと全線開通しました。で常磐線が全線復旧すると同時にこの特急日立号も、品川から仙台まで行くようになったんですよね。それまでは福島県のいわきまでしかこの日立号は行ってなかったんですけど、復旧してからはこの品川から仙台まで、常磐線経由で特急に乗っていけるっていうことになったので、まあ、僕は今回ねその仙台まで行く日立号に初めて乗っていこうと思います。もうこの仙台発着の日立号の運行が始まってから1年以上経ちましたけど、ようやくね乗ることができます。僕ねこれが運行された頃からずっとねこの日立号に乗って仙台行きたいなと思ってたので、まあ、やっとですね、この品川駅の在来線ホームに仙台行きの表示が出てるってなかなかすごいことだと思いますよ。で品川から仙台までこの日立号の指定席で通常料金だと9280円するんですよ。でも僕は今回駅ネットのお先に特ダネスペシャルってやつでこの半額で乗れます。通常だと9280円するところが半額の4640円です。これ今から1ヶ月前にちゃんと予約して取ることができました。じゃあそれでは乗っていきます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急日立13号仙台行きです。途中東京、上野、水戸、勝田、大三鹿、日立多賀、日立、高萩、勿来、泉、湯本、いわき、広野、富岡、大野、双葉、浪江、原の町、相馬に停車いたします。グリーン車は5号車です。座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ちでないお客様は座席の上のランプが赤色の席をご利用ください。現在空いているお席でもこの先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。黄色のランプが点灯すると間もなくご予約いただいた区間となりますので、恐れ入りますがお席の移動をお願いいたします。特急券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。トイレは1号車、3号車、5号車、7号車と9号車にあります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。次は東京に停車いたします。日立号は品川を出発すると東京上野と停車し常磐線に入っていきます。上野の次の停車駅は水戸なんですけど、上野から水戸って100キロ以上離れてるのに、その間どの駅にも止まらずにノンストップで行ってくれるので、それが日立号のすごいところだと思います。本日は8月11日なんですけど、すごく晴れて夏らしい陽気です。もう絶好の旅行日和ですね。
僕の動画をいつも見てくれてる方はもう分かってると思うんですけど、僕いつも電車に乗ってお酒を飲んだ後絶対寝てしまうんですよ。で今回も水戸に着くちょっと手前ぐらいのところで寝てしまって、でそこからずっと爆睡してて、もう目が覚めたら茨城から福島県に入るちょうど県境ぐらいのところだったんですよ。だから今回は茨城県内の区間をほとんど寝て過ごしてしまったんですよね。でここは福島県に入って一番最初の停車駅、勿来駅です。今回の見どころはやっぱり福島県内の区間だと思うので、もうここから先は寝ずにしっかり起きていこうと思います。いわきに到着。僕はこのいわきまでは過去に来たことがあるので、ここから先が初めて乗車する区間です。お待たせいたしました。まもなくで発車いたします。ご利用のお客様ご乗車になりましてお待ちください。仙台行き発車いたします。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急日立13号仙台行きです。途中広野、富岡、大野、双葉、浪江、原の町、相馬に停車いたします。グリーン車は5号車です。ここは富岡駅です。この富岡駅はすごい綺麗で新しそうなのが見てもらえればわかると思うんですけど、もともとあった富岡駅の駅舎は東日本大震災の時の津波で流されてしまって、それでこうして新しく駅舎を作ったそうです。福島県内の常磐線の駅は結構そういう駅が多いです。まもなく大野駅に到着するんですけど、この大野駅は震災の時に事故を起こした福島第一原発の最寄り駅です。大野駅の駅舎は震災の被害を受けてから新しく建て替えられて、このように特急も停車するようになったので、一応駅に降りることはできるんですけど、この駅周辺の街は未だに放射線量が高くてまだ帰宅困難区域となっています。なのでこの駅周辺の道路は通行止めになっていて閉ざされているところばかりですし、あと住宅とかお店とかも、結構あるんですけど、もうほとんどが屋根が崩れていたりとか窓ガラスが割れていたりとかして、もう2011年の3月からもう時が止まったままの街となっています。家はあるのに誰も住んでいないし、道路はあるのに車は全然走っていないし、もう完全なゴーストタウン状態です。僕はこんな光景を生で見るのは初めてなので、すごく何とも言えない気持ちになりました。そしてここは南相馬市の原の町駅です。この原の町まで来るとやっと仙台が近づいてきたなという感じがします。この原の町の次の停車駅が相馬駅で、その次が終点の仙台です。
この少し先にこの特急列車は停車しないんですけど、普通列車のみが停車する新地駅という駅があります。その新地駅から先、浜吉田駅までの区間は震災の被害を受けた後、線路がもともとあった場所よりも少し内陸側に新しく移設されて復旧しています。今向こう側の少し高いところに、まあ、新しそうな道路が通ってると思うんですけど、もともと常磐線はあの道路があるあたりを通っていたんですよ。でもこの震災の被害を受けて、もうその線路がめちゃくちゃになってしまったので、少し内陸の、今はね、僕がこの乗っているこちら側に常磐線の線路が移設されました。この新地駅で対向列車との列車交換があるので少し停車してるんですけど、もうこのホームが見るからに新しいですよね。そしてこの対向列車は品川行きの特急ひたち26号です。こちらの新しく移設された線路はこのような高架線になっていて、沿線には新しい住宅街やスーパーなどのお店が立ち並んでいます。それでもうすぐ、もともと震災前まで線路が通っていたところと、今僕が乗っている新しく移設された線路が合流するポイントです。今これ向こうから見えてきたこの道路になってる、これがもともと線路があった場所です。それで今ここで、合流しました。でもこれ今走ってるのはもともと昔からあった線路です。そしてこの先、岩沼駅の少し手前のところで僕が乗っている常磐線と東北本線の線路が合流します。これ今向こうから見えてきたこちらの線路が東北本線です。でこの東北本線とここで合流して、これで長かった常磐線の旅も終わり、ここから仙台までは東北本線を走っていきます。仙台に到着しましたよ。いやなんかね、この仙台駅の在来線のホームにこの特急ひたちが止まってるっていうのがすごくね、新鮮ですね。まあこの特急ひたちが仙台に乗り入れるようになってからもう1年以上経ってますけど、まあ、僕はね今回が初めてなので、最後に仙台に来たの確かね2年ぐらい前なんですよね。もうそれ以来仙台には来てなかったので、
まさかね、この次に仙台来るときはこうして新幹線ではなく在来線特急で来れるようになるとは思ってなかったですね。せっかくなのでこの仙台の駅名表と一緒に収めておくか。ここにつながる常磐線、常磐線全線運転再開ってありますけど、まあ、こんな感じでね、東京と仙台が常磐線でつながったっていうことがもう大々的にアピールされています。じゃあ無事に長旅を終えて仙台に到着したので、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。それではありがとうございました。